皆さんこんにちは。非常識な業種集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、忙しい教室の先生で時間管理ができない人の意外な共通点とはということについてお話をしてみたいと思います。教室の先生にとって時間管理っていうのは非常に大きなテーマの一個だとは思います。もちろんそれは私にとっても大きなテーマの一個になっています。で、時間管理ができない要因っていうのが、いろいろな要因はあるんですけれども、最近ですね、いろんなこう時間管理ができない方と先生、時間が足りないんですっていう方とお話をしていて、ある共通点があることが見えてきたんですよ。で、これは時間をどう削るかとか、やりくりをどう頑張るか以前の問題に原因があることが分かったんです。で、それを今日はねちょっとお伝えしようかなと思ってこちらの動画を撮ってますので、ちょっとそんな観点からねお話を聞いてみていただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、ではですね、本編に入っていきたいと思うんですが、まずですね、時間管理ができてない人で共通していることは、ズバリ言うとですね、ご自身のキャパシティを理解していないことです。はい、当たり前じゃんとか思うかもしれないんですけど、いやそんなことないんですよ。結構ね、皆さんね、分かってないっていう実例をちょっとお話ししますね。例えばですね、何か人から頼まれたりとか、それは生徒さんとかでもいいですよ。あとはこう自分がやりたいこととかあったりとか、何かしらこう外的な要因で自分が予定をもともと組んでたとするじゃないですか。例えば長期計画で、長期計画の中のこれをやろう、この日はやろうとか決めてたとするじゃないですか。で、横入りで魅力的な案件、例えばそれが、生徒さんからね依頼をされるイベントレッスン、依頼をされてるっていうことはやればお金になります。あとは誰かから頼まれた、その時だけやれば1回でもしかしたらちょっと大きめのお金が入るかもしれないっていう、ある意味甘い誘惑、あとは自分の、趣味欲求的なところでの楽しいことが唐突に誘いが入った、このコントロールができてないタイプの方が、時間管理がグダグダになって、最終的には長期案件でやろうと思ったことも短期で受けちゃったものも全部グダグダになって仕上がりが中途半端になるっていうケースが多いなって感じているんですね。例えば長期案件があるとするじゃないですか。何月何日までにこれを仕上げなくてはいけない、私の場合だと本とか、あとは高額講座のためのテキスト作りとかサイト作りとか、そのあたりは長期案件になるんですけど、でそれは追って前にだんだん追って、何日までにそれが仕上がってないといけないっていうデッドラインがあるわけですよね。で、当然日々のルーティーンっていうのがあります。日々のルーティーンっていうのが、私の場合には月額会員の皆さんコンサルを抱えているので、そのコンサルを予約が入っている方をさばいていくっていうのは当然ルーティーンの中に入ってきます。で、この時間はもう取られるのは確定的に分かってるわけですよね。その残りの時間の中で何がどうできるかっていうことで、時間を使っていってるわけなんですけど、自分のキャパシティを理解していない人はどういうことをしてしまうかっていうと、例えばお金がその時短期的にでも稼げる魅力的な案件が来ると飛びついて受けちゃう。長期案件がデッドラインが迫ってきているんだけれども、長期だからどこかでやれるよねと思って受けちゃう。生徒さんから頼まれた、これを受けると嫌われちゃう、受けないと嫌われちゃうかもしれない、デッドラインがある他の仕事があるのにそっちを優先して横入りで入れちゃう。で、これはやっていい人とやっていけない人がいます。やっていい人はキャパシティを死に物狂いで広げることができて、こっちもこっちも長期も短期も全部ちゃんとやりきるって決めるだけの根性がある人はやってもいいんです。そうじゃない人はこの長期が見えていて、デッドラインが見えていて、自分のキャパシティが分かっていて、今は
受けられないと言ったら断る勇気が必要なんですよ。自分の中ででもですよ、飛びついちゃいけない勇気と来たものを断る勇気、特に来たものを断る勇気の方が必要です。魅力的な案件でも。でチャンスを逃したら、将来的に非常に損失が大きいという案件はこれを置いてでもやってもいいです。だからその見極めと自分のキャパシティの計算を間違えちゃうタイプの人に関しては結局どっちもうまくいかないケースが多いのを最近よく見てます。だからそういう時にはどういうことが起こるかっていうと、長期的にとても、例えば豊かになれる稼げるっていう案件をしっかり仕上げるために、今それが仕上がってなかったとしても手前の小さな仕事には手を出さないっていう決断ができるかできないかが大きいんですよ。これはその先生がっていうだけの話じゃなくて、私もそういう決断を普段からやってます、やってるんですよ。長期案件の工程表とか作ってね、まあ、本とかそういうの全部工程表作るんですけど、何日までに何が終わってなくちゃいけないっていうことは、物理的に自分が1日にこれぐらいのことはできるよねっていうのを、まあ、引き算的に見てったら物理的に無理っていう場合のものはやっぱり受けちゃいけないんですよ。そこじゃない時に受けられるっていうことで、先送りができるなら先送りするっていう勇気を持たなくてはいけないっていうのが一個と、あと自分の能力を知った上で受け付けるか受け付けないかを決めることができるかっていう、この2点が必要になります。はい。だから断る勇気とキャパシティを理解しているかっていう、この2点ですね、自分のね。でキャパシティを理解してないけど睡眠時間を削ってでも根性で仕上げるっていう人はちょっと例外でいいんですけど、あんまりおすすめしないです。やっぱり体調を崩しながらやるっていうのはリスキーなんで、リスクが大きいので、それをして仕上げちゃうっていうのは年に1回とか2回だけにしてほしいっていう感じなので、基本は自分のまずねキャパシティを理解するということが必要なんです。でキャパオーバーなのに無意識的に受けちゃって全部グタグタにしてしまう人が多いなっていう印象があります。じゃあ自分のキャパシティってどうやって測るのって言ったら、一個一個の仕事に目標時間と到達の仕上がりを設定して、それをタイムトライアルをするという癖をつけるということが必要になります。キャパオーバー的にじゃんじゃん仕事を受けちゃう人に限って自分の出来高と速度を知らない人が多いです。はい。じゃあ例えばね、分かりやすいところで言うと、そうですね、ブログとかをどれぐらいで書けるのかっていう話なんですけど、ブログを書くっていうことは、構想とアイディアを思い浮かぶ時間とタイピングをする時間と、あとはそれに例えば写真とかを入れ込んでいくとか体裁を整えるっていう、まあそういう作業が仮にあったとするじゃないですか。でそうすると私の場合、構想を考えるとか、まあ、そこの中にどんなコンテンツ入れるか考えるのは多分もう一瞬です。5秒かからないです。これを書くって決めれば書けちゃうから、私は決まる5秒かかんないです、何をするっていうのは。でそれをちょっと魅力的なタイトル、この内容を伝えるのにどういう魅力的なタイトルにしようかなって考えるのに、まあ10秒とかで、それを実際に文字に書き起こしてみて言葉尻とか、あ、もうちょっと魅力的な言葉があるなっていうタイトルいじるの1分ですね、まあ、ここだけでだから2分、3分以内な感じなんですよ。でそれをじゃあ実際に書き起こし始めますって言ったとするじゃないですか。で、タイピングの速度とかは普通の人より若干早いレベルですね、私の場合で。だけれども頭に思いついた言葉をそのままどん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 書いていく、まあそれは喋る言葉の速度に近い状態で、書いていくことができる。しかもその章立てとか項立てが、まあ、起承転結じゃないんですけど、ちゃんと書くべき順番に整理された状態でどんどん書いていくことができる能力が私にはあります。でそれを自分で知ってます。なのでそういう状態で書くと、だいたいブログの3000文字で1時間ちょっと、5000文字で1時間40分ぐらいっていう作業があるっていうのを知ってます。
なので、この作業時間をもしも短くしたいと思ったらタイピングの速度を速くするぐらいしかないんですよ。他のところめっちゃ速いから。なので、そのものを書かなくてはいけないというルーティンを入れてしまっているんだったら、それが一応私の出来高という時間になるわけです。で、同様に、じゃあこうやって YouTube でね、皆さんに語るものを撮ると決めるとすると、だいたい20分ぐらい喋るコンテンツを作りたいなと思って、喋る内容が決まれば、こんなことを喋ろうって決まっていれば喋り続けられるんですよ。20分喋るなら20分、30分なら30分、これも多分私の特技です。だから、加工とか編集をしない限りは一発撮りでそのまんま YouTube に上げることができる状態ということは、私の出来高は20分です。だけれども、これがものすごく喋るのが苦手、台本用意しないと喋れない、途中で止めちゃわないとダメになる人とか言うと、20分じゃ済まないですよね。20分のやるには40分とか1時間とかかかっちゃうかもしれないとかっていう、その一個一個の作業の自分の出来高を分数でちゃんと言っていけるかどうかっていうことが、仕事を受けるキャパシティがあるかどうかっていうのを、測る大きな基準値になるんですよ。ということは、普段から時間を意識して自分の仕事量の出来高を自分で知っとく必要があるっていうことです。で、私が読み切れないのは、ウェブサイトの構築なんですよ。こういうふうに作ろうっていう設計図とかを仮に書くことはできるんです。だけれども、それを入れ込むときに、思ったように表現できないときに行動を変えたりとかやったりすると時間がかかる。だからそれが私の読み切れないところなんですよね。で、デザインのバランス悪いなって言ったら、なんかまた直すって言うと、また行動を書き換えたりとかやったりするわけですよ。そうすると、そこだけは私出来高が読めないから、どれぐらいかかるんだろうと思いながら、ざっくり多い時間を取っておくっていう感じになるので、ある時から、こういう仕上がりにしたいっていう絵は私が描くんだけれども、作業そのものは、そのコーディングとかいうウェブサイトを作ってくれる人に設計図を渡して、その人の早いスキルを使ってやってもらうっていうことで、お金はもちろんかかりますけど、時間は読めるわけですよね。手放すわけだから。構想を考えるのは時間の、これこういうウェブサイトを作りたいっていう設計図、主体は多分2時間あれば作れるなとかいう予測はつくんですけど、そっからの作業の予測がつかない。だから予測がつかないものは人に渡すとかっていうことで、プロフェッショナルに渡してやってもらうとかっていうことで、自分の時間の読めるところをはっきり境界線を引くっていうことを最近やってます。だから読めるものだけでやっていく分には、予定通りきちんと進んでいくので、突発的に何かを入れ込みたいっていう場合には、そこのパズルの中にどうはめ込むかっていうのを計算して、場合によっては手放せるパズルは手放せば入れ込めるなっていう、その時間の整理を私はやっていくんです。で、それは できない人は、そもそも自分の能力を分かってない、分数で測れる能力が分かってない人だから、必ず自分がこの仕事をやるっていうのを一回見てみるんですよ、俯瞰して。で、これ何時間でできるかなって一旦考えてみる。3時間でできる。で、本当に3時間でできるか時間を測ってみる。そうすると、自分はこういう種類の仕事は3時間でできないって分かったら、5時間なんだって理解したら、そこに他の突発的な用事が入ってきて入れ込んだとしても無理だなと思ったら断るっていうことができるようになるので、大概そのオーバーフローになっちゃう人の特徴は、自分で自分の仕事量がこなせる分が分かってないっていう人が多いなっていう感覚があります。で、最悪なのは、だからそれで分かってなくて仕上げられなくて、2つとも共倒れになるんですよ、そういうタイプの人って。長期もダメ、短期もダメ。だから、どういう状態だったとしても、自分の出来高と仕事のスキルっていうのを上げていく必要はあるんですけど、現状把握するっていうことは心がけていただきたいなというふうに思っております。なんで、そんなコツも今日はお話をしてみました。はい、ということで、まとめていきたいと思います。忙しい教室の先生で時間管理ができない人の意外な共通点とは、キャパオーバーです。ご自身の能力をきちんと時間で測れる体制を作っておくと、このあたりがだいぶ、解消されるようになります。で、その時にキャパオーバーにならないように、一つ心がけなくてはいけないのが、断る勇気と、あと自分を知る、自分の限界値を知っておくっていう、この2点が大切なポイントになりますので、はい、ぜひやってみていただければというふうに思います。それでは。